始まりました、 JMO チャンネルでーす。こんばんは。なんで皆様静かな？こんばんは。はい、11月始まりました。今月のマンスゲーム MC をやらせていただきます、長谷川優です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こちらどうぞ。はい、こんばんは。ゆきゆきこと西澤ゆきです。1ヶ月ぶりです。よろしくお願いします。はいはい、あゆっぺこと、あゆみです。前回野口あゆみで出させていただいて、危うく野口さんってあだ名になりそうだったんですけど、あゆっぺで、ことあゆみでやらせていただきますので、今日も最後までよろしくお願いします。よろしくちゃー。はーい、今月は私が回すゲーム MC ということで、皆さんちょっと心配してると思いますが、無事に終わると思ったら大間違いです、うん、最後までドキドキハラハラしててください。そうだぞ、無事に終わると思ったら大間違いだぞ。でもね、基本ね、私がやってくるとすごいなって言われるからね、うん、やっぱりなんかちょっと濃いめなのかね、発信元がね。本当、ちょっと薄めに、なんかじゃあちょっとなんかこう薄くしといて、薄くなんかオブラートみたいな感じでなんかこうしといてください。はい、長谷川優の勝手にみんなを診断しちゃうよ、健康診断。はい、今週もチェック項目があります。結構今週も8個かな、チェック項目あるので、カメラ寄ってください。まずまず、最近運動していない、うん、仕事がデスクワーク、うん、趣味がない、完璧主義である、寝不足、睡眠不足が続いている、食事の回数や時間が毎日不規則だ、毎日 50g 以上アルコールを飲む。グラム？ 50g だいたい中瓶2本とかかな、ある、結構あるね、濃い味が好き、うん、お腹いっぱいにならないと気が済まない、うん、この4つの項目、4つじゃない、8個、全然ちげえし8個じゃない、うん、9個、何個当てはまりますか皆さん。はい、今の項目がいっぱい当てはまった人は、うん、じゃじゃじゃん、生活習慣病の疑いがあります。はい、そう、代表的な病気、うん、高血圧や、まあ、肥満とかもそうですね、うん、でこの4つが代表的な病気と言われてるんですが、この4つを総称して死のカルテットと呼ばれております。この生活習慣病に対抗するじゃない、ね、予防するための、まあ、おすすめメニューをいくつか紹介したいと思います。じゃじゃじゃん、まず血糖値が気になる人、おすすめメニューは海藻サラダ、もずく酢、枝豆、大根サラダ、うん、といった感じで、はい、ということで、みんなお酒大好きだと思うので、うん、まあ、飲みすぎには注意して美味しく楽しく飲みましょうってことで、今週もためになるゆうちゃんの健康診断でした。みんな健康になろうね、一緒に。はい、西田ゆきのとりあえず4食を即席なんだけどね、いつもこの回、このコーナーはですね、日頃私本をたくさん読んでるんですけども、その時その時で、これはちょっとみんなに知らせたいぞって特に思ったものを、この JMO チャンネルで紹介することにしています。はい、じゃーん、寄って寄って、あれこっちか、柴田芳樹さんの子育て日記という本です。こちらはですね、歴女の私にぴったり、そしてちょっと日本史を中高の時代にサボっちゃったなっていう方にもおすすめの一冊です。ね。うん、ちょっとみんなに話しながら紹介していくコーナーなんだけど、うん、はい、これは、主人公の私たちと同じ年代の女の子が、うん、ちょっと不倫をしてしまいまして、うん、それに敗れて、うん、ちょっと自殺を考えちゃうんですけども、うん、その時に落雷に遭いまして、はい、気がついたら、平安時代にタイムスリップしてるっていう話で、でこの主人公はここに書いてあるこの子が小袖ちゃん、小袖ちゃんって言うんですけども、なんと平安時代にたどり着いた小袖ちゃん、うん、自分が小袖っていう名前なのはわかるけども誰なんだろう、うん、でなんと源氏物語を書いたあの紫式部の部下だったわけなんです、うんうん、その今の源氏物語じゃわからない、うん、真実のストーリーが書かれていて、うん、そんななんだみたいな感じで、
まあ、最後はね、小袖ちゃん、果たして戻ってこれるのか、現在に。で、その小袖ちゃんは一体どこに行っちゃったのか、っていうところが、読みどころの一冊です。面白そう。面白そう、面白そう。これは特にね、男性というより女性に読んでほしいですね。うん、なので、読んでみてねっていう感じでーす。さあ、行き来からどうぞ。はーい。二歳行きから行かせていただきまーす。まずは、こちら、今発売中の東京ウォーカーの登山のページに載せさせていただいております。ぜひ350円かな。なので、買ってください。よろしくお願いします。はい。そして、何笑ってんの？フレッシュカフェは11月10日に決まりました。そしてパティオなんですけども、お問い合わせいただいてましたが、22日に決まりましたので、ぜひ遊びに来てください。そしてこの度、聖のさやかと、ユニットを組むことになりまして、初ライブが11月20日になりました。ぜひぜひ遊びに来てください。その日だけの物販も今考えております。よろしくお願いします。そのとこかな。あとは、今、うらら娘として、うららという番組の、レギュラーレポーターやっております。そちらは、ブログの方で、リンク貼ってありますので、ぜひ見てください。以上でーす。はい。はーい。二度目の告知、長谷川優でーす。はい。さっき、ポロッと言ったんですけど、まあ、それも、またおいおいブログに書くんですが、来年公開の映画で、まあ、ちょっと友情的な、格好をして出演している映画もございます。あと1月か2月ぐらいにドラマの方もワーワーのドラマの方もちょこっと出ますので、じゃあもう随時こちらのブログ長谷川優のゆうゆうライフの方で、告知していきますのでチェックしてください。そしてじゃん、また逆だチャンネル、こちらが8月から9月号分ピンクのパッケージで出ておりますので、こちらの冒険を通販サイトから皆さんぜひぜひ買っちゃってください。よろしくお願いします。して、どうぞ。はい、あゆみです。11月20日発行分のクーポンランドという、店長プレゼントの特集コーナーでちらっと出させていただいてますので、よかったらチェックしてみてください。あと、あゆみちゃんのよってアメブやってますので、よかったら遊びに来てください。グルポで、あゆみ工場委員会というグルポもあるので、よかったらそちらもよろしくお願いします。明日誰かに話したくなっちゃうよ、あゆっぺの雑学コーナー。これ今エコーかかってるところみたいな感じだよね。きっとそうだよ。説明ちゃん、ね、えい、これ前回も、はい、じゃじゃじゃんじゃじゃん。切手の裏の海苔を舐めると2カロリー摂取したことになるんです。言い切ります。2カロリーってどのくらい？2カロリーって例えば、グリコのキャラメルで例えると1粒 15.4 カロリー。だから切って8枚分でキャラメル1個。おー、そう、そう考えると、あ、でもさ、うん、そう言われると納得だよね。だってさ、海苔ってもともとでんぷん質でしょ。そう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 。だからさ、うん、あれしょ、片栗粉とかさ、水溶き片栗粉とかとそういうようなでしょ。そうだよね。そうそうそう。だからそう考えると、まあ、カロリーそうだね。っていう。そう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 。で、高血圧の人はダメってことね。でかい。みんな学んでます。そう。死のカルテット。死のカルテット。ではでは皆さん、今日も1時間半ありがとうございました。いろいろ発表になったけど、楽しかったね。はい、さあ皆さん今日はゆっくり休んでね。また来週。またねー。またー。